マングステ丼食べたことありますか？いやいや、あのね、あの記念すべき、3万食かな、その時を狙っていこうかなと思って、ぜひ、はい、そろそろだと思うんだけど、もうそろそろですでしょ、はい、そろそろかなと思って。なんか楽しいんですよね、こう焼きつつ、あ、私これぐらい焼いていこうとか。食べることあるんですか？はい、この夏。ありがとうございます。はい、いやもう選択肢がなかったです。行ったらもうなんかマグステ丼かカレーラーメン天ぷら定食刺身定食しかなかったから、これはもうマグステ丼しかないでしょみたいな。よろしくお願いします。お願いします。グッド。新年一発目のグッジョブ。今年もとんがった番組をお送りしていきます。ホストはおなじみ株式会社リンクステーションの大島社長、そして私神谷人がお送りいたします。ゲストは深浦町の老舗温泉を経営しつつ、深浦マグロで町を元気にしようと取り組む株式会社小金崎不老節温泉の西崎智社長です。なんでで、ね、食材がそんだけいっぱいある中で、はい、そう、わざわざご当地グルメを作らなくてもって思うんですけど、はい、うん、私の親友のですね、鈴木二郎っていう、今鈴木マグロっていう名前に改名したんですけど鈴木マグロがですね、結局まあそういう目玉の商品を作りたいなって、でよくその話してたもんですから、じゃあやるかってなって、初めはですね、私もそのこれでやっていこうっていう、そういう強い意志がまずあまりなくて、まあ補助金があってのやるんだろうなっていうのがあって、でどこまでこの深川の人たちって、特にその店舗は今までライバルなんですよ。結局だいたい昼の食事をするのの、店舗なので、でその人たちがその集まって、絶対意見割れると思います、はい、割れますし、どうなっていくんだろうな、そのやっていく最中にその店舗が固まったんです。どうにかして広中方をギャフンと寄せるというか、そのみんなでいい商品を作ってうんって言わせるように、みんなで今度意見を出し合って、でみんなで持ってくるんじゃなくて、一つ作ろうとみんなで考えて、逆にそれで団結力ができてきたんです。はい、で丼ってこれ丼じゃダメなんじゃないかな、で、自分でこう焼いたりこうやって、楽しめるようにすればいいんじゃないか。で、ファイヤーグルメって言って、鍋の下によく火炎やってやるんですけど、あのやつを使ってやればいいんじゃないかっていう発想になって、で、たまたまその時にですね、北海道に行く機会があって、で、松尾ジンギスカンというジンギスカンに行って、食べたら一人用のこうジンギスカン鍋やって、でこれいいなって、これどうでしょうみたいな感じで、みんなに持って行って、そしたら西崎さんが、はい、私その時にそのジンギスカン鍋を、ちょっとこう、その料理人たちじゃなくて西崎さんがそこを考えたんですか、はいはい、そこどうでしょうみたいな、でこれいいんじゃないかっていう話になって、そこからこう話がもう進んでいって、だいたい今の形のマグロステーキ丼っていうのになっていったんですけど、あざとい方ですけども、例えば西崎さんのところみたいに名の通って全国的にも有名な温泉であれば、自分のところで勝手に名物を作ればよろしかったはずなのに、なぜその地域みんなでやっていこうっていうふうに思われたんですか？やはりこう行政と一緒になって、まあ深浦全体を盛り上げていかないと、その深浦マグロっていうのの、その向上にはつながらないと思うんですよね。不老節温泉の向上にはつながるかもしれないんですけど、でもほら自分どこでやれば簡単じゃないですか、自分がやろうって決めれば進むわけだから、一人勝ちすればそれでね、またよろしかったのに、天秤にかけたらやっぱり自分たちでやる、自分一人でやった方がいいって思うはずなんですけど、民間の会社が一社で頑張ってもちょっと限りがあって、でやっぱり町おこしっていうのを
していかないと、町全体がですねこう盛り上がっていかないと若者もいないですし、うんうんうん、今府からにコンビニ1軒しかないんですよ、うん、それはやっぱり若者とかがいないせいなんですね。それをですねもっとこう盛り上がってですね、もともとこう深浦町がですね盛り上がっていかないと、うん、と思ってこの頃は。それって業種が本業の業種が温泉だからなんですかね。どうなんですかね、うん、温泉だからっていうわけでもないと思いますし、うん、例えばうち IT 会社だから、はい、別に一社だけで盛り上がっても全然大丈夫ああそうですか。だって別に、うん、地域のためにやってるじゃないですかやってますけど、はい、一社だけでも全然盛り上がるんですよ、うん、だってネットだからどこでもですよねそうそうそう、あの観光っていうのはですね、うん、やっぱりその点じゃなくて面でないと、うんだよね、はい、そうですよね、ダメなので、うん、で深浦町だけでなくて本当に、近隣のですね、うん、あの町村もこう一緒に盛り上がっていかないと難しいと思います、うんうん、なるほど。今回 の, その一連の取り組みをやってる中で、はい、あなんか変わってきたなっていう変化はどういうところに感じますか。それはもう深浦全体が変わりましたね。あのやってる私たちも、うん、あのもう全然考え方変わりましたし、うん、特にそのチーム深浦というその板前が、うん、もうやる気をもう出してますし、うん、で町全体が今もあの深浦マグロ事件って言われてるくらい、あのもう深浦マグロ深浦マグロってなってるので、なんかそこの輪にいない人って、うん、なんとなく意地悪言ってみたり、はい、皮肉めいたこと言ったりしますよね、うん、その辺はどうでしたか。あのやっぱり始まる前はそういうのもあったんですけど、あの今までその観光鳥が鳴いてた店に行列ができるんですよ。で今までそのラーメンとかカレーライスやってたところに大型バスで来て40人もリレーそこでそのマグセ丼を食べるとかそういう風景を深浦の人がこう間近に見てですね、いやすごいことになっちゃったな。もうブームでは終わらせることはできないですね。そうですよね、ブームでは終わらせられないですね。面白いよね。だから民間がこう誰かがこうねアイデア出してこういうのやっていこうって言ってでこう協議会ができて進めてきましたと。でそこで成功したのに今度市とか町とか自治体が乗ってくるっていう、はい、そうですね。町がそのから提案を受けてやって、うん、で、その協議会がある程度成功してそれにまた町が乗っかってきて、なので、うん、これがもうずっと続けばいいんですけど、最初から補助金もあのを当てにしなかったっていうのはどうしてですか。やはりあの長くやっていくためにはですね、あの補助金に頼っていくっていうのはまず出なくなったらもう終わりなので、あの最初の1年は補助金いただきましたけど、その後は自分たちであの一食打ったら50円ずつあのその協議会に入れて、でその協議会が、まあ、独り立ちしましょうと、で、その一人立ちした協議会でいろんなことをやっていって、まずはあの深浦マグロの、知名度の向上と、うん、あの深浦マグロステーキ丼っていうその一つの、メニューをですね、うんうん、30年続けてロングセラーにしたい、うん、もうあのただの一時期のブームじゃなくてですね、うん、あのロングセラーにしたいっていうのがまず目標ですね、うん、でその後それがあのできるんであれば一つの、会社なりにして、うん、もっともっと青森県だけじゃなく、うん、あの全国に発信できるような組織にしたいと思ってました。マグロといえば大間っていう意識で観光客の方来ると思うんですけど、やっぱりね高いものとかってあるけど、はい、その深浦に行ったら割とカジュアルな感じで、はい、食べられるのかなっていう、はい、そういう期待感もありますよね、はい、そうですね。うちはもうコスパでコスパコストパフォーマンス、はい、
まずはい、じゃあ、あの、何でも結構、人生君でもよろしいですし。This program was brought to you by Link Station Pomit. いや、全然行かせますね。あの、まずその商品を作って、でその PR してお客さんが来るっていうところまで行くには、やっぱりそれなりのプロセスっていうのがあって、あのうちの方ではただ、美味しいものを、まあ、新鮮なものをお客さんに出すっていう考えが、やっぱりその彩りがとかで PR の仕方とか、それをもともと分かりやすいように、提供するっていうか、一つのものを作りにしても、やはりその今ですと社内でコンペをして、みんなでその話をして、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうふうに話し合うようにもなりましたし、なんかもうへっぽこの意見いっぱい出るくないですか。あ、いっぱい出てくる。そういうのがですね、あった方がまだ面白くてですね。イライラしない？あ、今はそんなにイライラしないです。俺はめちゃくちゃイライラするんだけど。で、こう、まとえてない話もですね、ちょっとこう、考え方を変えるといい意見だったりすることがあるので。その通りですね。はい、夏に伺ったんですよ、実は家族で、はい、そしたらロビーで、あの地元のアスパラとか、はい、あとネバリスタっていう長いものを、はい、あの、うん、のとか販売してて、はい、あ、これいいねって、まあ集客でいけば風呂市温泉の、朝っていうのは泊まり客が必ずそこを通るわけですから、うん、あの、まあ、あの売れるんじゃないかなって。やっぱりもうお客さんもですね、売店にあるおまんじゅうとかですね、だいぶ飽きてきてるところがあるので、地元の野菜、うん、それも朝取れたやつをもう出して、うん、で、うんうんうん、そういううちでこういういいものを使ってるんだよっていうアピールにもなりますし、うんうんうん、なるほどね、はい、で、あの野菜に関してはもう買っていった人が電話してまた再発注とか結構あるんで、へー、そうなんだ。で、それがやるとそのつながりができて、うんうんうん、また行くよってなるので、うん、はい、うん、それ社員が発案したやつって言いましたっけ。そうですね、社員っていうか、それは私が考えましたけど。やっぱそうだね。